テレコネクション、テレコネクション、あるいは遠隔相関、遠隔結合とは、離れた二つ以上の地域で気圧が、シーソーのように伴って変化する現象である。テレコネクションによる気圧変化は、大気、海洋相互作用、大気、海洋相互作用によって、天気や降水などの初期症の変化を誘発し、結果的に天候が伴って変化する。テレコネクションに、 厳密な定義はないが、テレコネクションとされているパターンのほとんどでは、おおよそ2つ以上の地点で気圧が中長期的に伴って変動している。天気や気象状況が伴って変わる場合、テレコネクションということもあるがこれは、気圧のテレコネクションによって起こるもので、天気そのものが電波することはないのであまり正しくない、使い方ある。例えば、春や秋の日本の天候として、 高気圧と低気圧が交互にやってきて、晴れや雨が周期的に移り変わる時期がある。テレコネクションと似た周期性を持っているが、このような変動は変動がある時期にしか起こらずその他の時期は全く見られないことなどからテレコネクションとは言わない。現在日本においては遠隔相関、遠隔結合よりもテレコネクションの方がよく使われる。これらの語はもに、 離れた地点で何らかの現象が伴って変化するという意味で気圧の変化という意味は持っていない。そのため物理学の分野や通信、情報技術の分野でも使用されることがある。これらと区別する意味も含め地球規模で大気の流れが変わることから大気変動、大気振動とも呼ばれる。気圧差が拡大、縮小することによって気温、降水量、 大気循環などが変化し、異常気象をもたらすことがある。講義には、モンスーン、季節風を発生させる、大気循環なども含めることがあるが、モンスーンにおいては、気圧が毎年規則正しく変動するのに対し南方、振動などは不定期に数十日数十年ごとに変動るものであり、両者は性質が異なる。テレコネクションは、 ロスビー波のような長周期の大気波の電波によって発生する。ロスビー波は大陸、海洋の温度差や地形の高低差によって大気が揺すぶられて生じる自由振動の波の一つで露ス波のエネルギーが伝わる方向に低気圧、高気圧のパターンが周期的に見られる。ロスビー波の電波する時間スケールが長いためテレコネクションに伴う 気圧変動は数日数年もの周期であると得られている。このほか、重力波など様々な原因が指摘されているが、未解明な部分も多い。海洋の大規模な循環、熱炎循環においても、テレコネクションのように海洋の流れが伴って変わる、現象が見つかっている。18世紀後半、あるデンマーク人の日記に、デンマークの冬が例年より寒いとクリーンランドは、 例年より暖かく、その逆もあり得るということが記されていた。10世紀後半から15世紀頃には、北欧に点在したバイキングの間でこのことが知られていたと考えられている。20世紀に入って、ヤコブ・ビアークネスは、現在でいう、テレコネクションの大まかなメカニズムを示した。その後、百二十四年に、ギルバート・ウォーカーはこの現象に、北、洋振動と名付け、 その後、長い間研究が進められた。1970年代から1980年代にかけて、エルニーニョに関連した研究が進み、太平洋赤道域の海水温異常が、世界各地の異常気象と連動する仕組みが詳細に解明され始め、テレコネクションによって気圧が変動すると、世界各地で大雨、洪水、干ばつ、高温、低温、竜巻や、 熱帯低気圧の増加、減少などの異常気象が発生し、人的被害、社会的、経済的被害をもたらすためいくつかの気象機関や専門研究機関がテレコネクションの発生を予測しようと試みている。プド、キューボトボー、サオなど周期が決まっているものは、比較的容易予測ができるように思われるが、複数のテレコネクションパターンがそれぞれ影響し合っているため、 周期がずれたり規模、気圧の変動幅や変動する地域が異なったりすることが多い。これは周期が決まっていない塩素などでも同様である。しかしある程度の決まったパターンが判明しており、テレコネクションによる異常を捉えるために世界規模で気温、気圧、風向、風速、水などの監視体制ができている。国際的な取り組みとしては1985年から10年間、 行われた熱帯海洋全球大気研究計画等がによって太平洋赤道域を中心とした監視体制が作られたほかアメリカ海洋大気庁が北米や北大西洋、北太平洋などに監視網を作っている。また各国機関の研究基地が多数点在する南極においても様々な観測データをテレコネクションの監視に利用しようとする動きがある。 近年、地球温暖化、気候変動に関する研究が進む中で、テレコネクションや、それに伴う周期的な天候変動が、地球の気候に大きな影響を及ぼしていることが分かった。長期的な気象予報の分野では、予報の誤差の原因となるテレコネクションによる天候変動を考慮した予報に関する研究が進んでいる。ただテレコネクションを数値で表現し、 数値予報モデルを用いて再現、予報するのは現段階では困難である。大気波の電波は数式に表すことができるが、それがテレコネクションに変わっていく詳細な仕組みがまだ解明されていないためである。現段階でテレコネクションの予測方法は規則性から予測する方法と発生の兆候を捉える方法の二つに留まっている。テレコネクションによる天候の変異は、 従来からの規則性をもとに行われる気象予報が大きく外れるリスクであり、予報上の重要な問題となっている。テレコネクションのうち変動周期がおよそ10日以上1年以内のものを季節内振動、ISO、季節内変動と呼ぶ熱帯赤道域で発生するマッテンジュリアン振動もこれに含まれる。この他には夏のチベット高原地域、2週間周期、 モンスーン時のインド用2週間周期などでも季節内振動が発生する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。